皆さん、たぬきちだなも、ただいま2020年4月12日日曜日の午前10時27分なんだも。昨日もお伝えした通り、本日案内所は工事のため、閉鎖させてもらってるだなも、今日一日ご不便をおかけするけど、ご了承くださいなんだも。今日はイースター、とあるお客様がお祝いのためにわざわざ来てくれてるだなも、皆さん広場までぜひ会いに来てね。ぴょん太郎だったっけ、はい、それじゃあ今日案内所の工事でバタバタしてるからこの辺で失礼させてもらうだなも。皆さんは良い一日を。はい、メール来てるよ。ん、電話も、これはあれかな、入金ですか。はい、もしもし、たぬき商店の豆吉です。はい、そっか、口座に振り込ませて、タヌポート使えへん、もしかしてちょっと待っていろいろ大変かもしれない。はい、ハッピーホームアカデミーから、この度はマイホームの増築おめでとうございます。ささやかながらお祝いの品をプレゼントさせていただきます。新生活に、電化製品を役立ててくださいね。何やろ、もう1個もらったけど、もう1個あったね、捨てるっていうのもあるんで、もう1個あるよ。314ポイントランク S おめでとうございます。今回のおうちの評価1万点を達成されましたので記念品をお届けします。その基準がわからへんねんけど、いきなりやからS ランクが高いのか、高いんでしょうかね。まあ、一応あれなんだったっけ、イースターのやつ全部置いたんだけど、え、大きくなった？ああ、一回り大きくなってね壁との隙間ができてますけど一応ね、イースター模様に全部してみました。はい、家具も全部置いて、ちょっと広場行ってみましょうか。あ、お金があります。タヌポート使えないね。いや、こんにちは。声でかいって。新しい季節を知らせに来ました。ラッキーバニーのぴょん太郎だよ。イエーイ、拍手。君は前にこの島に来た時、僕を見つけちゃった子だね。僕に会ったことを約束通りちゃんと秘密にしてくれてた。特に友達いないんで、話す人いなかったですけど。それはともかく、今日がお祭りの本番だよ。一応ね、染まってみたんですけど、イースターにはね、イースターのお祝いということで僕と一緒に遊んじゃおう。いいかい、それじゃあ行ってみよう。卵集めするんですかね。卵を探そう、卵をいろんなところに隠されてるぞ。どこにある、どこにある、いろんな場所を探してみよう。あかんな、こういうノリがね、全然乗れないんですよお祭りの本番って言ってもやることは同じ。島のあちこちに隠された6種類の卵を集めた。もうおかげさまでね、他の素材集めるのがね、めんどくさかったね。6種類全部集まったらいいものプレゼントするよ。6種類全部集まってるよ。これ何、レシピ、今日参加してくれる君にはイースターのアーチのレシピをあげちゃいます。僕がこの島に隠したイースターにちなんだ DIY レシピ、君は全部見つけられる。何種類か教えてほしいんだけど、はい、頑張って。1個もらったレシピ、ちょっと待って、イースターのアーチ覚える。はい、覚えたね。で、これはまだ作ってないね。さっきのプレゼントすればなんやったんや。アカデミーのペナント。何？洗濯機どんなん洗濯機？ドラム式やったらいいです。え？ちょっとこっちが見、あ、ドラム式ちゃうわ。まあいいけど、これはこれでね、役立ちますけど。
そしてそのイースターのアーチっていうのを作ってみようか。とりあえずお金が落ちてます。うん、作れる？あ、卵持ってないから俺。これだね。何個ずつ？2個ずつ、6種類2個ずつ。ちょっと卵ちょっと出してこようかじゃ。よし、イースターのアーチができました。はい、これをで、どうしよう、アーチ、この辺ちょっと一回置いてみるよ。洗濯機アカデミー、これだ。よし、この辺に飾る。大きい？あー、くくれるやつね、こういうやつね。これで、まあ、一応全部なんですけど、持ってるやつね。あれれ？君、もしかして、僕が隠したレシピのアイテムを本当に全部作っちゃったの？うん。とっても大変だったでしょ？頑張ってくれたんだね。じゃあ、行くよ。せーの。ちょっと怒った、うん、この棒でしばこうと思ったね、今ね。ちょっと実は今日のために用意したレシピはもう一個あるんだ。ほらこれ、うん、めんどくさいことさせようって。 まだあんのか。ヒョン太郎の起き上がり殺しのレシピだよ。さあこれが最後のチャレンジだ。もしこれも作ってきてくれたら今度こそスペシャルなご褒美をあげちゃうからね。あともう一踏ん張り、頑張って頑張って。ちょっと待って、魚の卵がさあと一個しかないんだけど、いけるかな。あとは余裕あるんだけどね。魚だけちょっと持ってなかった。どれ？新しい。あ、じゃあ覚えてないよ、まだ。これね。うん。起き上がりこぼしのレシピ。絶対、イースター終わったら売り払うと思うんだけど。作ります。これね、うん、売るわ絶対。あー、魚の卵かね。あとは全然余裕ない。あと3つね、魚の卵。じゃあ、うん、鶴は頑張るわ。今日釣れてたから大丈夫やと思う。うん、釣ろう。この辺の形のやつ釣れば確か卵のはず。違うやん。こういう時に限って卵釣れへんねんな。よし、うん、おお、ちょっと今遅れかけた。お、来た卵。よし、あと2つね。あ、壊れちゃったもう。うん、これイナゴ？これトノサマバッタかな。やっぱり前イナゴもいたんだけど、まあ、サマバッタに見える気がする。違う？うん、あ、やっぱそうだ、トノサマバッタだ。イナゴとトノサマバッタよりね。レシピはもういいでしょ、うん、あ、そうそう、この人ね、株を売ってくれる。この日曜日の朝にしかいない人。うん、ウリ。さっちゃんが育てた美味しい株の売り歩きを手伝ってんだ。人が住み始めたと聞きつけて、この男木島にも来てみたんだけど、これから毎週日曜日の午前中に株を売りに来るって決めたから、どうぞごひいきにしてくんの？ところでお客さん、株の説明は聞きなさる？聞かせてもらいましょう。まっちゃんが大事に育てた株はね、新鮮なうちに食べるのが一番うめえに決まってんだけど、食べるために買う人よりもお金儲けのために買う人の方がずっと多くて、おらびっくりしてるだに。もっと聞きなさる？うん、聞いとこう。まみきちさんたちのお店があるでしょ？うん。あそこで株を買い取ってくれるんだけど、株の値段は日によって違うから、おいらから買った値段より高い金に売れば、その分儲かるし、逆に安い時に売ると損しちゃうってことになるんだに。また聞きなさる？うん、聞いとこう。さて、ここからが一番大事なとこだけど、
この株は1週間経つと腐ってダメになってしまうんだに、うん、オイラは毎週日曜日に株を売りに来るかな。遅くても土曜日のうちに売らないとすっかり腐ってしまって温存するから、くれぐれも気をつけてくんろ、うん、長くなったけんど株の説明はこれでおしまいだに。ほんで今日は1株109ベル、うん、ある？買おうか。お金がなくって ATM に入ってんだよね。どうしようかな、まあ、ちょっとお金作ってから買いに行くわ。とりあえず午前中でしょ、まだちょっといるから、うん、よしなら、とりあえずイースターのやつやっ、あ、ドレミがいる。この子はでも普通にね、なんか動物の森っていう感じの子じゃない。 XL さんが今日のコーディネート褒めてくれたんです。もともとお気に入りの服なんですけど、もっと好きになっちゃいました。でしか、でヒロさんは卵集め順調ですか。噂によると地面に埋まってる卵もあるんですって。って知ってたらすいません。でしか、知ってるね、うん、知ってるよ。ヒロさん、イースター楽しんでますか。卵たくさん見つかるといいですね。でしか、うん、なんかこういう後輩いたわ。なんか大学の時こういう喋り方するね、なんとかするといいですよねっていう後輩がいた。イースター模様の風船を打ち倒すと玉が落ちてくる、うん、分かってる分かってる。頭に当たったら痛そうですよね。ジュンさん気をつけてくださいね。でしか、うん、いいか。こいつが怖いわ、ほんま。ちょっと縛いてみようか一回。感情がないこいつには、全く感情がない怖くないあーてかやっぱりさ、タルポーズ使えへんからさ、お金引き出せへんこれしよかったな、いろいろ大変。まあでも学ぶね、こういうことがあって学んでいきますね。株がだから、あの、なんていうの、ローンまだ払ってないから、その分のお金で株まとめて買おうかなと思ってたんだけど、ちょうど被っちゃったねこれね。まあいっか、今週はまだ株初心者だからそんなにがっつりは買い込まないようにしておこうか。あ、なんかこの2人できてんの、ちょっとコーディネート褒めたとか言ってたから、ちょっと映しとくよちゃんと。そんな、これカメラのさ、なんていうのかな、角度変えたいけどね、帰れへんのかな。ぐるっと回りたいんだけど、こういう風にかぶっちゃったりするとなんかね、あ、行っちゃう。ちょっと待って、撮らしてよし、あ、角度が、目つぶった、もう、ああ、もう行っちゃった、もうまだいるか、もういいわ。エクセル、あ、間違えた喋ろうと思ったんだけど、はい、ピョン太郎のやつよく背中を気にしてるけど、実はあいつ、アスリートなのかな。ほら、後ろ取られたら負けみたいな、そういうスポーツなかったっけ。でゴース、何、カバディだったっけ。そんなスポーツあったよね、うん、違うか。なあ、知ってるか、うん、この時期魚だけじゃなくて卵も、いや、もう知ってるよそれ。何の魚の卵なんだろうって、まさか島の主の卵とか。でゴース、何回か食べた気がするけど、あ、このレシピもらっとこうかな。卵はもういいんだけど、こっち、あ、こっちに流れるんだ。そうそう、朝は、うん、狙いに行く、うん、に、はい、ちょっと魚釣らなあかんね、今釣っちゃおう、もうさっき、あと2個だね。あ、で釣り竿が壊れたから作りに行くっていう。このゲームね、なんかさ、一つのことをやろうとしてると絶対他のこと手出しちゃうよねだからものすごい時間を費やされるゲームですよね。なんかそういう風にできてる、うん、よし来た、よし、これで3つ目ね。よしんで、作るかな。よし、
何が作ろうかな。なんだっけ、どれだった、あれこれか、起き上がりこぼし作っちゃう。はい、できました。うん、これをもう一回並べるよ。起き上がりこぼし、この辺に置く。間違えた、飾るじゃねえと。全部飾らなくてもいいのかな、別に。裏返し、裏返しだけど、まあいいか。よし。で、話しかけてみます、ぴょん太郎。その顔はひょっとして、ぴょん太郎の起き上がりこぼしも作っちゃったの？うん。それじゃあ本当の本当に全部作り切っちゃったんだね。すごいや、おめでとう。そんなとってもとっても頑張ってくれた君にはスペシャルなご褒美をあげなきゃね。イースターなスティッキが作れちゃうハッピーなレシピだよ。またレシピかなんて言わないでね。じゃあ最後は特別バージョンで、せーの、ハッピーハッピー。いやもういいわ。うん、え、今日はずっと祭りやってるから残りの時間も楽しんでね。参加してくれてありがとう。うん、もういいの。そうそう、さっき言いそびれちゃったんだけどね、もし何かの種類の卵が1個だけ足りないなんて時は、他の種類の卵3個くれたら好きな卵を1個と交換して。先に言えそれを。卵持ってきたよ。うん、どういうこと？あれ？卵の種類が足りないよ。え？全部で6種類。あ、ちょっと、なんかもう一個あんの？あ、いい、いい、歌わなくていい、歌わなくていい。うん、よし、聞いてくれた。木とか岩とか、うん。うん、なら、交換してもらおうか。はい。魚の卵だけないんですよ。これね。はい、どれでもいいけどさ、木のやつはめっちゃたまるから。はい、うん、1個ね、アコギな商売ですね。弱みにつけ入りやがって、うん、交換。歌わなくていいって、歌わなくていい。よし、うん、持ってきたよ。はい、3、4、5、6、6種類の卵が揃ってる。やったね。じゃあそれぞれの卵1個ずつもらっちゃうけどいい？うん、どうぞ。よし、頑張った君にこれをあげちゃおう。なんだこれは、イースターのバスケット、うん、いくよ、せーの、やったやった、うん、やっもういいって。イースターを頼む。もうやることないでしょ、うん、終わった終わったね。いいね。よし、はい、イースターもね、無事に終わりましたので、家具ね、全部片付けました。はい、まあ、こういうなんてね、切り替えが大事ですよね。はい、もうね、着てた服も家具も全部ね、このポケットの中に今入ってますね。これちょっとまとめてね、全部たぬき商店でね、売り払おうかなと思います。空いてるうちに。さあ、いくらになるでしょうか。はい、いらっしゃいませ、はい、売ります、買い取って、うん、お見せくださいませ。もう全部やっていくよ。よし、ツールバスケット。床、服もね、作ったやつも。よし。で、あの、スティッキーかな、なんか新しくもらった、最後にもらったレシピに、あの、起き上がりこぼしだけ、いるみたいなんで、それだけ一応残しときましたけど、卵も余ってるやつはいいかな。これ、これ、こんだけかな。よし。さあ、売ります。いくらになるか。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと、はい、おお、59,400。結構いい値段になるね。そしたら卵これ使い切った方がいいんかな。使い切っちゃう。はい、
まあ、一応卵をね、残してありますけど、あの卵の分は残してありますけど、よし。なもう株買っちゃいましょうか。あ、そうそう、タコ屋のね、いえ、ちょっとタコ焼き冷めると美味しくないかなと思って、温めてあります丁寧にこのサーキュレーターも置いてありますから、ね、タコ屋出てこないんだけど、ちょっと中で生き絶えてないかだけちょっと確認してみましょうか、ね、大丈夫。あ、生きてた何これ、これ何、フルーツウォーターサーバー、こんなん欲しいな。イメージトレーニングにぴったりの、何のトレーニングすんの、うん、だってこうやって眺めてるだけでいろんなお料理が想像できるし、食べた気になって、気になって慣れちゃうんだから、うん、ぐー、うん、まあお腹が膨れた気には慣れないけどね。せやねん、うん、せやねんの使い方ちょっとおかしい気がするんだけど、僕に何か用、せやねん、世間話。お外が随分賑やかなのはみんなが、今日のイースターを楽しんでる証拠だね、じゃなくて、周り全部ね、キャンプファイヤーが5つ並んでるからですよ、多分賑やかなのはね、うん、暑くないですかこの部屋、うん、僕もお家で卵を食べながら一緒に盛り上がってるよ、せやねん、うん、グルメな、なんかでも枕2つ置いてあるよ、ほら、どういうこと、あ、うわ、寝返り打てるこういうのすごい大事よね、こういうの大事よね。へえ、テレビつくのこれ、うん、サッカーやってる、うん、今日の感染者は何名ですか、うんめっちゃ声高いな、ちょっとこれ、これ動かへんの、え、何も反応ないんかこれ、これたこ焼き焼くところ、うん中でも温めとこうかしら、これ座れるんだよね、このリンゴ、椅子じゃない、ほら、うん、ちょっとお尻濡れそうだけどね、よし、まあいいわ、うん、で、まあ、ここにちゃんとね、熱が逃げるといけないので飾っときましょう、はい、気をつけてね、他ね、いらなかったんで、もうここに置いておきました。はい、そっか、まあ、ちょっと、名前なんだったっけ、株売ってくれる人。いたいた。うん、また来てくれたんだに。1株109ベル、ね、買います。いくつ買いなさる、うん、?10 株単位で、買えるだけ買います。830株、うん、買おう、830、全部で、94,470ベル枝に、うん、買っちゃいます。マイダリー持ってんの、そんだけ、うん、はい、40ベルになっちゃった。株株、うん、上がれ、上がるといいね。なんぼ109ベルだった、うん、儲けが出るといいですけどね。なんかツイッターでやったら、なんか今日はなんか何ベルでしたとかいうのがいっぱい上がってくるんで、ちょっと気になってたんですよ、僕も。マイレージは、なんだ。株のやつもあんのかな。夢のマイホーム。うん、2個目いきましたね。うん、タヌポートを開けてほしいな。部屋作り、S ランクを獲得したお祝いに参ろうしんて、へえ、うん、これ、え、いいの、一番いいんですか、これイースターのやつ全部飾るだけでできましたけどこだわりインテリア、あ、ここはまだね、数だね、どっちかっていうと、リアクション充実、あ、か、これか、株主様ご優待タイマイル、うん、うん、週末の株主、あとはもうないかな、よし、あ、この株がめっちゃ溜まってる、これマックスまで買えんのかな、入るだけ買えんの、
ったら、9万ベルでこれぐらいだから、まあ、値段が変動するか。30万ベルやったら、まあ、3列丸ぐらい、100ベルで買ったとして、こんなもんか。どうなるかね、まあ、試しにやってみましょう。あとこの桃打ったらいくらなんかちょっと見てみようか。リンゴとね、高いのか安いのかちょっとデータをね取っておきましょう。うん、よし。はい、買い取って、はい、リンゴは3つ売ると、うん、300、1個100ね、売っちゃう。うん、リンゴの木を大量に植えて果樹園生活でもいいかなと思ったんだけど、ちょっと面倒だけどね。桃の木の方が高いんだったら桃の木を増やした方がいいしね。桃ね、はい、300と、うん、1500ベルだ。え、何倍、5倍。あ、そうなんだ。あの桃、3つで1500でしょ、30個で1万5000だから。桃良くない、桃増やしていこっか。いいかもね、これ。あの、ほっとくだけでいいしね。うん、よし。そうしよう。はい、そしたらね、まあ今日はこれぐらいにしときましょうか。また最後に、掲示板書いときます。よし。うん。はい、株始めましたということでね、今日初めて、株を買ってみました。109ベルだったかな。はい、まあ、これでちょっとね、儲けが出るといいんですけどね、まあ、ちょっと楽しみに、待っときましょう。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、この続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。